人間う江戸川乱歩前回の続きからですやっぱりあいつは浅草公園のどこかの隅に身を潜めていたのだもしかしたら別の方面に逃げ出してしまったのではないかという空頼みもあだとなった 地元の人々は警察の無能を叫び出した刑事や青年団員の個別訪問がまた繰り返されただがその日も別団の収穫もなく暮れていったひょうぬすっとその夜更けのことである専属町に店を出している俗に豪傑床屋といわれる 大山理髪店の主人が愛犬の土佐犬を連れて人気のない浅草公園へ運動にやってきた「女将さんは物騒だからと言って散々止めたのだけれど何しろ豪傑と名を取った床屋の親方だから承知するものではない」「第一人間票の噂などにビクビクしていたら大切な土佐犬が運動不足で病気になってしまうじゃないか」 それに俺だってこの23日腹の具合が悪くなってしょうがない。今夜は何と言ったって出かけるんだ。というのでまるで銅像の西郷さんみたいな格好で太い手綱のような犬のひもを引っ張って公園の広場へと踏み込んだのである。う驚いいたね。ね。らら人も来ちゃの、ね、の銅像のあたりから 池の肌まで歩いてみて、親方は感心したたようにつぶやいたものだ普段なれば映画館が跳ねてしばらくすると浅草界隈いの犬餅どもが朱や紫の房のついた紐を自慢そうに肩にかけどう猛な和洋さまざまの犬どもを引き連れて運動にやってきているのだが今夜は一匹の犬の影さえも見えぬ 育児のね野郎どもじゃねえかの熊。クマ顔なじみの連中の姿が見えぬので愛犬に話しかけてもするよりほかはなかったクマと呼ばれた土佐犬はいかにもその名にふさわしい潰符であるだがこいつは静かでいいやどうも少し静かすぎるのだ映画外はと見れば昼間の雑踏に引き換えて まるでドーマの廃墟みたいに死に絶えているし飲食店や茶店などもすっかり王道を閉めて空き家のように静まり返っている池を取り巻く小山の樹木が思い出したような夜の風にざわざわとなるほかには何の物音もないいつもなれば本堂の前の敷記指導には夜通し小曲げ田の音が絶えないのだがそういう信仰家たちも 人間うには恐れをなしたものと見える大山理髪店主はやっぱり西郷さんの格好で無人の境をのっしのっしと歩いていった通り過ぎるベンチというベンチが空っぽだルンペンどもも命は惜しいのであるこれがあの浅草公園だろうか戸惑いをしてとんでもないところが来たんじゃないかしら それとも俺は今悪い夢を見ているのではなかろうかふとそんな疑いが起こるほどであった池を一回りして子たちの間の狭い道を通り抜けると目の前に円形の広っぱが開けたたった一つの常夜灯がその前景をおぼろづきをほどにぼんやりと照らしている向こう側の子たちは闇に溶け込んで ほとんど見分けがたいほどであったがその子たちの間をチロチロと動く人影があるよく見るとその人は犬を連れているしかもどうやら2匹らしいのだ親関心のやつじゃねえか熊子見ろよお前の友達がやってきたぜ親方はその方へ近づいて行こうとしたこの勇敢な愛犬家の顔を確かめて どこと口が聞きたかったのである。だがどうしたことか熊ウは尻込みをして動こうともしない。おいどうしたってんだ振り向いてみると彼の愛犬はまるで狼のように背中の毛を逆立て上唇に恐ろしいしわを寄せ歯をむき出して喉の奥で縁雷みたいな音を立てている。どうも不思議だ。 老真公がこんなそぶりをするなんてめったにないことであった親方は力の強い犬のためにだんだん後ろへ引きずられながら子たちの間へ身を隠すようにして前方の人影を見た2匹の犬を連れた異様の人物は木陰を出て常夜党の薄明かりの下を右から左へと横切っていた。 黒い爪襟の服を着た痩せたおじいさんだ真っ白な頭髪それにふさぶさとした白ひげが胸まで垂れている親方はこれまでこんな妙なじいさんをついぞ見かけたことがなかった老人は脇目も振らずしずしずと歩いてゆく何かしら狂人めいたこの世の人ではないというような感じが身辺に漂っている 不思議なことには、二匹とも犬は綱がつけていない。動物どもは老人の歩く間に間に、目に見えぬ糸で引かれるように、彼の後に従っているのだ。だが、なんて大きな犬だろう。それにあの歩き方のしなやかさはどうだ。犬ではなくて猫みたいじゃないか。やがてその妙な毛の体一面に、 真っ黒な美しい斑点のあることが分かってきた。犬じゃない。と言ってあんなでっかい猫なんているはずはない。するとするとあいつは一体。見つめているとそのものの正体は一息ごとに明らかになっていった。鮮やかな斑紋がっしりと太い獅子生きているような長い尻尾。 真っ青に光る両目。「もう見違いはないひょうだひょうが野放して歩いているのだ」だが大山親方はこのあまりに非常識な光景をにわかに信ずることができなかった公園の中を猛獣を連れた老人がのこのこ歩いて行くなんて俺の目がどうかしているのじゃあるまいかそれとも夢でも見ているのかしら。 ところがふと気がつくとそのひょうのうしろからついてゆくもう一匹のけだものはさらにいっそうおどろくべき怪物であった。実にふかしぎせんばんなことにはそいつはようふくをきていた。まっくろなようふくをきていたのだ。そして前足よりもうしろわしが2ばいもながくてそれがふつうの動物とは反対に曲がっている。 しかもその足の先には靴を履いていたではないか。大きさといい格好といいどうやら人間らしいのだが人間がひょうと一緒に四つん這いになって歩いているなんてこれはまあどうしたことだ。親方がほとんど虚雑の状態において身動きする力さえなく汗を流してそこに佇んでいる間に。 恐ろしい一行は空き地を横切り終わって左手の茂みの中へ姿を隠していったがその時最後の洋服を着た怪物が「よいとこちらの方を振り向いた顔ああその顔の恐ろしさを親方は一生涯忘れることができなかったそいつは紛れもない人間表であった例のポスターの似顔絵とそっくりのやつであった」。 まん丸い両目は本物のひょうよりも一層激しく輪行に燃えていたそしてその恐ろしい目の下で真っ赤な口をギュッと三日月型にして白い牙をむき出して何がおかしいのかにやりと笑ったのであるその間熊公は恐ろしい形相で喉を鳴らし続けていたが洋服を着た 四足銃が茂みに隠れるか隠れないかにもう我慢ができなくなって激しく奉行しながらいきなり親方の手を振り切って怪物の跡を追って飛び出していった。まりのようにかけて一瞬間に空き地を横切り向こうの茂みに見えなくなってしまった。だが床屋の親方は愛犬のことなど構っていられなかった。 彼自身の命の命問題であった。無我夢中で反対の方角に駆け出した走りに走って本堂の前の交番へ転がり込んだ氷ょうがひが彼は交番のドアにすがりついてはるか池の方を指さしながら狂人のように叫び続けた「ひょう」という言葉が警官を異様に刺激した。 急いで聞き出してみると果たして人間票の出現であったいや人間票以上の大機械ごとであったたちまちこのことが本所に電話された間もあらせず1体の警官がピストルを携えて現場に急行しただがいかに手早く運ばれたといってもその間に相当の時間が経過している。 物々しい警官隊が駆けつけた頃には、広い公園内を隅から隅まで探し回っても、もうそれらしいものの影さえ見えなかった。しかし常谷さんの申し立てが決して夢や幻でなかった証拠には、彼が猛獣の姿を見た現場からほど遠からぬ子たちの中に、愛犬熊甲の無残な遺体が横たわっているのが発見された。 『それにしてもいくら都会のジャングルだと言って東京の浅草公園を熱帯動物のヒョウがのこのこ歩いていたなんてあまりに突拍子もない話ではないか。人間ヒョウの方はともかくとして本物のヒョウだけは見かけによらず臆病な床屋さんの幻覚であったに違いない。警官たちをはじめこの噂を聞き知った人々はそんなふうに考えていた。 ところがその翌日になるとその幻のひうがなんと正真正銘の猛獣に違いなかったことが判明したその浅草名物花屋敷の支配人が青くなって警察署に出頭したそして動園秘蔵のメスひが夕べのうちに檻の中から姿を消してしまったと申してたそれも決して動物自身が檻を破ったわけではなくて 何者かが合鍵を手に入れて檻の扉を開いた形跡があるというのだ檻を開いたセモ者というのは例の白髪白禅の老人つまり人間票女の父親に違いないだが一体全体何の目的でそんな無茶なことをしたのであろうただわけもなく猛獣を巷に話して市民を恐怖せしめて 開催を叫ぶためであろうか、それとももっと別の深い訳があったのではなかろうかまさか人間票がお友達を欲しがったというようなバカバカしい動機からではないであろう。